おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。おはようございます。室井さん、お願いします。よろしくお願いします。頑張ります。2人目を出すか、一発だ、やった、黒虎、パーフェクト。あっという間に1回で掴んだ黒虎、連続成功4人目。伊佐にお任せ、伊佐がクリア。何回来ても緊張するっすね。緊張します。やっぱり朝ごはんがファーストステージの前ってあんま食べれないんですよ。はいはいはい。それ早終わってちょっともうちょい食べたいなって感じですね。あ、なるほど。喉を通らんぐらい。まずはストレッチからって感じですか。はい、ほぐしてもらってます。癒しの空間。癒しの空間。緊張しいな。向こうって緊張するんですよ。あんま見ないですね。みんななんか見たがるイメージ。あんまり見ないですね。怖いんで。怖い。怖いです。基本落ちるじゃないですか。お、見たないんですよ。でもなんかすぐ現場に行ったらガッて緊張しません？なんか感覚鳴らしてる。あ、でも これであのイメトレで、はい、あの注目選手の時とか、うん、もうベテランの人らのだけ見るっす。ついにボル姉さんのも見るっす。一般の人をできるだけ見ないっす。へえ。どうすか、こう今のコンディション的な。あ、コンディション去年より全然いいっすよ。あ、いいっすか。はい、もう楽しみで。ただドラゴングライダーとかは何が起こるか分かんない。はい、まあ、そこだけ抜け目なくやりたいなって思ってますよ。セット練とかは直前はやったりしたんですか。あ、はい、10月入ってから3回4回ぐらいやってますね。松田さんのところ行かせてもらいました。松田さんのところでやってみて、こうなんだろう、修正いるなみたいなエリアはありました？まあ、ドラゴングライダーが去年で傾いたんで、ああれをどうしたらいいかなとか、うん、赤虎の伊佐がドラゴングライダー、ここです。2本目、赤虎伊佐がドラゴングライダー、ここです。落ち着いて。赤トライサがクリアした。ドラゴングライダー。結構ビデオを見て、あ、こうしなあかんなっていうのを持って行って、それを実際に試していけるんで、まあ、行ってもほんまに数回しかやらないんで、できるだけ練習量少なく修正してっていうところが聞いてますね。伊佐君はそのサスケに特化した練習とかはそんなしてない？してないですね。ぶら下がりだけなんで、指系しかやってないんで。ああ、なるほどね。逆に不安にならないですか、練習せずに臨むって。なんかそのドキドキ感が僕は好きですね。結構ドキドキ感、そのもともと身体能力試すために出たんで、そこを試すのを忘れたらあかんなって。自分のサスケの始まりそれやったんで、小学校の頃に見て、あ、これ僕できるなと思って、で今でこ そのセットいろいろでいってるんですけど、そこに慣れて、その本番でも一緒のことやるみたいな感じのやつは僕の中でサスケじゃないんですね。ちょっとさ、でも本来のサスケってその一発勝負で誰も練習せえへん中で誰ができるかみたいなのがサスケやったと思うんですよ。もう練習するからむずくしすぎてみたいな。練習した人、土地持ってる人が勝ちみたいになってくるじゃないですか。1年に1回であそこの場でしか触れへんから、ドキドキして失敗するかもしれないじゃないですか。そういうのが欲しいな。だから僕あんま練習しないです。伊佐君はでもあの、はい、観客ありの状態でもやったことあるんでしたっけ？僕は夜のファーストステージの時に観客ありやって、はい、で初めてファーストステージクリアして、もう観客に向かってずっと叫んでました。山田軍団黒虎が2人目を出すか、一発だ、やった、黒虎パーフェクト。伊佐吉典も続いた。久しぶりにそれできるんかと思って、はい、やっぱ興奮を分かち合える人らが、今年もじゃあ叫ぶというか、はい、溜まってると思うんで。おはようございます。おはようございます。あの10種の日本選手権、はい、何番？2番です。2番、あれ今年出るんですよ。え、あ、そう、ジュシの後輩で。じゃあサスケもジュシも先輩。はい、そうです。大先輩です。でも成績は片山さんの方がちょっといいというか。
実施だけは実施競技だけはサツキ負けんように頑張ります。サツキ分かってるよ。なるほどなるほど、はい、どうすか2人じゃあ仲いいんすか。まあ、合宿とか一緒にしたりさせてもらってます。で合宿中になんかサスケの話とかしてたらエントリーするみたいになって、はい、したら通ったってすごいですよ。おびっくりしたい、ね、どこまでどの辺までいけそうですか。いやー完全制覇と言いたいところなんですけどまずはファーストステージ行けたらいいなと思います。いいですか。はい、先輩一緒でほんまに練習してないんで。あーやっぱそうですか、はいはい、1回2回セット行ったぐらいやんな。そうですね、うん、1回連れてってもらって、はい、エリアでこうちょっと難しそうだなと思うところとかはやっぱりあのドラゴングライダー、ドラゴングライダーですね。はい、マジきついからな。逆に伊佐君からなんかコツを。コツまあ巡査かぐらいしかないんですよ。ただこれでキャッチしたら外れへんと思うから、はい、パワー的に。お疲れ様です。よろしくお願いします。あ、娘さん。はい、娘で3歳のアナって言います。お名前は。あ、アナちゃん。アナちゃん何歳ですか。緊張してます。緊張してる。奥さん的にはどうですか、こう 気持ちというか。そうですね、ドキドキしてます。もう何回目。4回目。今年5回目。今年5回目。毎年来てるんですか。毎年、はい、来てます。あ、じゃあアナちゃんも3回4回ぐらい来てるってことね。そうですね、もう今日で4回目です。あ、アナちゃんどう、パパ頑張ってくれるかな。頑張ってくれるな。お願いします。はあ、そんななんかいろいろ荷物持っていくんですね。そうなんですよ、一応ストレッチ道具持っていこうと思って。あ、なるほど、はい、結構時間空いたりするんで、はい、その時にほぐしたりも。あー、なるほど。伊佐義則のサードステージです。まずはフライングバー 1.5 メートルの先着地しました。さらに 1.5 メートル先飛んでいく。ついています。体を振ってサイドワインダーの1本目きた。よし、伊佐義則サイドワインダー2本目3本目耐えました。よし、はい、サイドワインダー4本目耐えた。クリアしました。ボードが近づいてきたところで伊佐義則プラネット球体を渡っていく。足が何度も滑りそうになる。感覚が広がっていくところ、ここは耐えます、待ちます。また近づいてくる。タイミングでじりじりとゴールに近づく。危ない、滑りそうになりながらクリアした。よし、伊佐心雄たけびを上げた。山田さん超えんね。難敵、お願いします。クリフハンガーディメンションスタートした。伊佐義則後方 1.8 メートルへのジャンプ、いけるか。どうだ、落ちた。いけるな。伊佐義則のフライングバー、体を振るフライングしていく。落ち着いています。陸上十種競技の選手伊佐義則、もう一回ジャンプの後、あーっと伊佐義則、うわぁ、しょうもないことしてもて申し訳ないですね。しかし今年2月小指を痛めた。3ヶ月間はぶら下がりのトレーニングはできなかった。その指をここから酷使していくぞ伊佐義則。体を振っていった、と酷使していくぞ伊佐義則。体を振っていった、と落ちますね。これは
前向きに捉えて前向きに掴んでしまったので残念失格、自ら落ちていきました。残念失格、自ら落ちていきました。あーあーあーああああああ、続いてサードステージを終えると伊佐さんです。お願いします。お願いします。ああああ、いけません。6秒前、新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。